これまで他の競技と比べると個性的な髪型の選手が少なかった日本球界。しかし近年はおしゃれな髪型や個性的な髪型の選手も増えていますよね。そんな中、現在のプロ野球界では長髪の選手が増えていることをご存知でしょうか。今季活躍している選手にはロン毛の選手が目立っています。というわけで今回はこれまで NPB を賑わしてきたロン毛選手をご紹介していきたいと思います。西武、今井達也。まずご紹介するのは2016年西武にドラフト1位で入団した今井達也。プロ入りから数年は帽子に収まる清潔感のある短い髪型だった今井。ところが2019年頃から徐々に髪を伸ばし始めます。2022年には帽子の下から髪の毛が広がるようになっていったのです。さらに今季は帽子からメジャーリーガーばりに髪がはみ出し、試合中に帽子が抜けた際には茶髪のロン毛があらわになっています。長髪の選手の多くは髪を結んでプレーしていますが、今井の場合は髪を結わず、投球時も長い茶髪を振りかざしまくります。2021年に今井が送球を取り損ねた際、当時の辻監督から、ふかふかした頭をしてるから帽子が脱げるんだって、帽子を気にしてる場合じゃないだろう、と指摘されたこともありました。西武、高橋光成。先ほどご紹介した今井の先輩にあたる高橋光成は、球界を代表するロン毛選手になってしまいました。現在のロン毛プロ野球選手といえば、高橋が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。2014年ドラフト1位で西武に入団した高橋。プロ入り後から比較的短い髪型で試合に出場していました。しかし、初めて開幕投手を務めた2021年シーズンは、開幕からの連勝が伸びるようにという理由で、負けるまで髪を切らないと宣言した高橋。すると、開幕から10試合で5連勝と勝利を重ね、髪も伸び続け話題を呼んだのです。ところが、高橋は6月4日のヤクルト戦で3回10失点と大炎上。連勝がストップすると高橋は公言通りに断髪を実行します。その後は再び弦を担いで伸ばし続け、今では肩まで届く長さになってしまった高橋。今季は今井とチームロン毛として頑張っていくと宣言し、ロン毛仲間を募集しています。ロッテ、沢村拓一。2010年ドラフト1位で巨人に入団した沢村。2020年にトレードで巨人からロッテに移籍した沢村は、2021年にメジャーへ挑戦し、2年契約でレッドソックスに入団します。すると、もともと黒髪短髪のイメージが強かった沢村が明るいカラーのロン毛姿になってしまったのです。その後、メジャー在籍中はヒゲに長髪というワイルドなスタイルを貫き通しました。そして今季、レッドソックスから3年ぶりにロッテに復帰すると、多くのファンを驚かせた沢村。2月の春季キャンプでは、肩までかかるストレートなロン毛姿で登場したのです。そんな沢村は、現在もロン毛スタイルを続けており、登板時には後ろで綺麗に結んでプレーしています。日本ハム、伊藤大海。2020年ドラフト1位で日本ハムに入団した侍戦士伊藤大海も髪を伸ばし続けている選手です。伊藤はプロ1年目の開幕前、憧れのダルビッシュ有を真似るように襟足を伸ばしてきました。そしてシーズン開幕前には、だらしなくなってきたのでちょっとすっきりしてきました、しっかり頭も調整してきましたと笑いを誘い、無事カットしたことを報告したのです。しかし開幕以降はシーズンをかけて髪を伸ばし続けた伊藤。先ほど紹介した今井や高橋、沢村ほどは目立たない長さではありますが、常に帽子から髪がはみ出るほどの長さは維持しており、登板ごとにマウンド上で長い髪をなびかせている姿は印象的だと感じますね。ロッテ、石川歩夢。特徴的なヒゲでファンに親しまれているロッテ、石川歩夢もロン毛がトレードマークの選手の一人です。2013年ドラフトでロッテに入団した石川。石川という名字から石川五右衛門にちなんで、チームメイトから五右衛門さんと呼ばれています。
そんな石川五右衛門を彷彿とさせる個性的なひげを蓄え、髪型もとても特徴的な石川。髪型は帽子からふわっと出るカールのついた長髪であることが多く、そのひげと髪型の相性は抜群です。ちなみに石川はドラフト時巨人に競合で1位指名されていましたが、身だしなみに厳しい巨人が交渉権を得ていた場合は、現在の石川の姿は見れなかったのかもしれません。今後の五右衛門さんの髪型に注目です。ソフトバンク柳田悠岐。続いてご紹介するのは、ソフトバンクの主砲としてチームを引っ張っている柳田悠岐。2010年ドラフト2位でソフトバンクに入団した柳田は、これまで髪色を変えることが多かったものの、短いヘアスタイルが中心でした。しかし今季はキャンプから、イメージはロッチの中岡ですと芸人に例えてのぶし風のロン毛を披露したのです。柳田自身はファンからめちゃくちゃ不評という声が届いていることも認識していますが、めちゃくちゃ不評なんですけど知ったこっちゃないですと豪快に笑い、現在もロン毛を継続しています。日本ハムダルビッシュ有。現在はメジャーリーグで大活躍しているダルビッシュ有。日本ハム時代から帽子の横から髪の毛が出るほど髪の毛が長かったダルビッシュですが、メジャー移籍後はさらに髪が伸びてロン毛スタイルになっていきます。メジャー移籍後、トレードマークでもあり、ファンからも支持されていたダルビッシュの長髪。ところが、2022年6月に、おしゃれでかっこよく決めている同僚の姿を見たというダルビッシュは、僕はいつも髪の毛バーってなって、ひげこれで帽子かぶって携帯見て、ずっとバスの中でも相手のビデオ見て、ずっと野球野球だから、ちょっと一回自分が信じている世界じゃなくて、違う世界から見たいということで切りました。切ってよかったですと長い髪を切ったことを報告したのです。これに現地ではパドレスの地元紙の記者が、ユーダルビッシュが髪を切った、今日のクラブハウスからの報告は以上、ふさふさの縮れ毛はなくなってしまったとツイートするなどで、現地でも話題となるほどでした。ロッテ水上芳雄。ここからは過去のロン毛選手をご紹介していきたいと思います。1989年までロッテオリオンズに在籍した水上芳雄。まだロン毛のプロ野球選手が誰もいなかった1988年、プロ13年目、31歳を迎えるシーズンだった水上は、ゴルフにハマったことなどを理由に散髪できないままキャンプインをしてしまいます。すると水上は打撃で好調が続いていたこともあって、験を担いで長髪を継続したのです。ところが球団本部からは、水上の長い髪の毛が見苦しいから切ってこいと言われてしまいます。しかし水上はそれに反発、ロッテを退団する1989年まで長髪を貫いてプレーを続けたのでした。水上は昔の NPB のロン毛シンボル的な存在でしたね。阪神井川圭。2003年に上原浩二以来のシーズン20勝を挙げ、大ブレイクを果たした井川圭。ブレイクした2003年、井川は開幕こそ黒星を喫したものの、6、7月と月をまたいで4戦連続完投勝利を含む8月2日までなんと12連勝と驚異的な連勝数を叩き出したのです。その際に井川は験担ぎとして、連勝がストップするまでは髪を切らないことを決意します。すると験担ぎが功を奏し、井川は連勝を12まで伸ばしたことで、ロン毛井川が誕生してしまったのです。それからしばらくして、オリックスの後輩宮城ひろやがロン毛にした際に、井川は髪を伸ばすと帽子がしっくりくるんです、いい締め付け感で投球の調子がいいと切りたくなくなる、切ると全部の感覚が変わって修正しづらいんです、似合ってる似合ってないではない、それほど繊細なものなんです、切らなくていいと思いますよとロン毛の先輩として助言したのでした。中日サムソン・リー。LG ツインズを経て1998年中日に入団したサムソン・リー。往年の中日ファンの方ならサムソン・リーを思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。サムソン・リーは当時ダイナミックなフォームから放たれる威力抜群の直球に、トレードマークでもある長髪で多くの日本の野球ファンに注目された選手。当時は
あんな髪型許されるのか、ただのヤンキーじゃないか、などと野球ファンをざわつかせたサムソン・リー。しかし見た目が先行し、肝心の野球は2年間で7勝5敗、3セーブと結果を残すことができませんでした。成績よりもロン毛が印象に残っている選手ですね。以上、プロ野球界に存在した挑発選手をご紹介してきました。NPB では現在でもそれほど多くない挑発の選手。挑発の選手は圧倒的にパリーグに多く、ドラフト上位選手が多い傾向がありますが、ファッションに加え、験担ぎとして伸ばし続ける選手が多いように感じますね。あなたが印象に残っているロン毛選手がいたら、コメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。